この1対1ですね。仕掛けるかという中でこのロングを止めに佐藤も行きましたが、なんとか通った。そしてゴールした。その前にバスケットカウントですか。バスケットカウントですね、はい、そしてこうローテーションで2人行ってしまったので、はいはい、ゴール下来ましたね。あーなるほど、はい、佐藤思い通りにボールはつなげないんですが、このシューターずれて今度走っています。ブレイクですね。自分で行く、決めてきましたブルックス。中でもこのスターティングファイブで起用されたブルックス、動きが良かったですね。良かったですね、はい、このブルックス、そこに対応できてないですね北海道はね。ここはこのロングが自分でいきます。強いですね。強さがありました。まだどちらも主導権は握っていないゲーム展開。ここはちょっと狭いところでした。橋本自分でいく。橋本ブラウンです。いいディフェンスからですよね、全てね。誕生日の藤永、おお自分で行くのか。パスは繋がりません。まだブレックスはベンチというこの時間帯の北海道。橋本がおっとロングがダンク。大倉が自分で運ぼうという姿を見せたんですが、ここはファール。西村冷静に止めています。さらには背番号24番がブルックス、山口もスリーポイント、その技持ってるんです。ここは自分で来ました。ロングです。離されずに行きたい。その北海道はブルックス、今下がりました。増えましたよね、芝が増えています。それを許している北海道です。ただクワロング、おお決めてきます。もう強い、強い、すごいとしか言いようがない、はい、止めることはできません。隙を見せました北海道。こうなるともうロングの力、そうですね、ダブルチームいってこれ決めたいですね。これが決まります。迫っていきたい。そしてこのブルックス来ました。北海道のファンが待っていたこのスリーポイント。ブルックス先ほどスリーポイントありました。葛原も決めています。走ってくる、うまく合わせます。いいカットでしたね。これいいボールサイドカット、はいはい、すごくシンプルなプレーですけど、ラゾロ自分でいく。最後はロングです。松下から二人がかりで来る。大倉も止めに来たんですが、山口よく決めましたね。スリーポイント。ムーニーも今日2桁リバウンドがという働き。ただここはファウルです。若いプレイヤーコートに立っています。ロング預ける中アタック。寺園、ここは決めてきました。両チーム今シーズンリーグ戦最後の戦いです。回してくる橋本、寺園、今日は積極的です。このオフェンス面拍手が一段と大きくなりました。船橋アリーナ、ここは決めています。